まあ、遊び方はね、いろいろあるんですけども、まあ、一般的に考えるとそうですよね。やっぱりこうファミリーとか、家族とか、なんかそういう友達とか、そういうかなって思いますけども、なるほど。でも大丈夫。はい。これからもっとこうやって毎週、毎月お話しさせていただいてですね、一つも楽しめるいろんな場所とかを紹介したいと思います。なるほど。はい。はい、そして、この時のところに、自分のある若い方が、実は話すからですよ。だから引き続き島岡さんからも川崎の情報もねまたいただけたらと思いますけども、はい、この話の流れでちょっとお話しさせていただきますとね、島岡さんはいつもというか、まあ、白浜、和歌山に来るときには、はい、電車ですかということは電車もありますし、うん、バスツアーとかで結構行ったりもするんですよ。本格的な旅好きですね。ですね。だから名古屋あたりからずっと、ね、電車乗ってとか JR 乗り換えてとか、はい、ありますね。あと